森林は木材供給、酸素供給、土壌流出防止、洪水防止などの生態系サービスを提供する自然資本である。自然資本とは経済学の資本の概念を自然に対して拡張したものであり、生態系サービスや鉱物資源、化石燃料の供給源である。機能的な定義をすると未来にわたって価値のある商品やサービスのフローを生み出すストック。 としての自然である。具体的には山、森林、海、川、大気、土壌など自然を形成する要素や生態系を構成する生物を含み、抗議の生物圏すべてを自然資本とみなすことができる。自然資本から生じる生態系サービスの経済的価値はアメリカドルでネオ平均33兆ドルと見積もられている。資本の分類における 自然資本の位置づけは定まっておらず、社会資本に含める場合もあれば、人的資本、社会資本と並んで独立した分類とする場合もある。また、自然資本と生態系サービスを混同する例もあるが、生態系サービスは、強時的に生み出されるフローであり、自然資本はストックであることに留意が必要である。これを森林及び魚群を例にとって説明すると、 森林及び魚群に含まれる生物は生殖によって自己再生産し自律的に維持されるストックである。森林の伐採によって得られる木材及び魚群の捕獲によって得られる食料は自然資本の供給サービスによって得られる産物であり、フローである。ミレニアム生態系評価や生きている地球レポートなど各種の環境報告書が示している通り、 自然資本の国志を行うことにより、自然資本が損なわれることが懸念されている。自然資本は外部不経済の問題と関連を持っており、その例として化石燃料を消費しに酸化炭素を排出する事業者が環境コストを負担しないことなどが挙げられる。また、漁業資源の乱獲による漁獲口の急減はコモンズの悲劇の一例として取り上げることができる。 このような事態に対して、ミレニアム生態系評価では、従来型の自然資本の国資に規制、負担金を含めた各国政府の政策転換を提案している。ありがとうございます。